本はやめておこう。それだってあのなんか台風エピソードあのなんか仕事で台湾でしたっけ、はい、行った時もなんかね、はい、台風でまた別のエピソードありましたね。そうなんですよ。台風あの台湾に出張に行って、はい、で、あの、まあ、あの会社の拠点が台湾にあるんですけれども、はい、そこのエンジニアに教育をするっていうので行ったんですけれども、はい、ちょうど台風が来ていて、はい、で現地あの3日間のはずだったんですけれども、はい、台湾って台風がひどいと、はい、あのその地区、はい、あのシティ全体があの台風休みになっちゃうんですよ、ね、羨ましい。日本でもそうしてほしい。東京本当そうしてほしい。本当にね、なんか電車とか一生懸命動かしてる場合じゃないですよね。本当ですよね。でもそれであの台風が来ているっていうのを聞いて、もしかして休みになるかもとか言われてたんですけど、はい、まあ、本当にあの2日目の午後から、はい、次の日一日、はい、台風休みで会社休みで、もう本当にあの木が飛ぶぐらいすごいんですよね。そんなにすごいんですか、台風って。へ、台風が過ぎた後も道路に木が散乱してるんですよ。タクシーがそれを踏みつけて進むっていう。どけないんですね。どけないバキバキとか言いながら、バキバキとか言いながらタクシー進むんですけど。すごいな、四駆なのかな。その時だけ台風仕様かもしれない。台風仕様だ。そうなんですか。はい、なのでもうほとんど仕事はせずに、はい、危ないです、ね、ホテルにこもって自分の部屋でごま団子を食べながらのんびり。最高ですね、ごま団子、はい、いやー今その単語聞きたくなかった。テレビでもう今一瞬で口の中にごま団子のあのカップをちょっと、もうはい、この話は終わりにしましょう。そんな緊張はいつでもお待ちしてます。でもね、台湾に来たんで台風来てほしいですね。本当ですね。すいません、だいぶ話がすみません、はい、脱線する僕がさせたんですけど、ちなみに、まあ、今まで30カ国いろんな国に行かれてると思うんですけど、はい、あのまあ、多分女性 の、 あのこれを見てる人は気になると思うんですけど、はい、あのイケメンが特に多かった国、はい、どうですか、あのイケメンが多かった国、はいはい、あの好みで結構なんですけど、はい、なんかもうすでに顔がちょっと嬉しそうですね。若干なんかいろんなものを思い出して。どのイケメンにしようかなみたいな。これ系かみたいな。どのイケメンかみたいな。濃い系か何系かみたいな。そうそう。顔が楽しそうなんですよ。イケメンの話題。イケメン。はい。もうイスラム系の濃い顔で若干白人よりはイケメンだな。はい、ああ、若干白人より、それはじゃあどうだろう、なんか、まあ、中東のレバーノン系とかそういう感じなのかな、もしかしたら。そうですかね、結構。この辺の人ですか、うん、トルコとか、あ、トルコ、まあ、あの辺ですよね。あとは、うん、隣国ですか、まあ、行ったことはないんですけども、ヨルダン、うん、はい、うん、はい、職場にヨルダン人がいて。職場にいるんですか。同じフロアに。ちょっと聞いてますか、職場のヨルダン人の方聞いてますか。聞こえてますか。間接アプローチです。いい、気にしないでください。ついうっかり言っちゃったらこうやってさりげないアピールをしてくれるのがちょっと小悪魔っぽいですけど、あの、いい気はないんですか、みんながの。なるほど、まあ、じゃあそうか、トルコ、トルコいいイメージなんですね、やっぱり。そうですね、まあ、もしくはもう本当にアフリカの黒人の方は、はい、もうスタイルがいいですよね。あ、スタイルはまあ、長いし、どこの国の人が特にいい感じですか。あんまり申し訳ないんですけど、あんまり区別つかないです。ああ、なるほどなるほど、うん、結構わかんないです、うん、僕はあんまりそのね、あのアフリカの先輩なんで僕より知ってると思うんですけど、はい、その国によって全然その身長とかスタイルが違うんですよね。なんかその、うん、例えばここら辺で言っても、あのギニアの人ってすごい小さいんですね。あ、そうなんですね。身長160センチぐらいの人が結構いっぱいいて、だからその例えばあのこの宿の隣にあのブティック、あの、うん、商店あるじゃないですか。で、ちなみにそのセネガルの中 の、 そのブティックっていう小さい、まあ、コンビニみたいなやつなんですけど、うん、そこの商店ってほとんどギニア人でやってるんですよ。そうなんですか。で、彼ら見ると小さくないですか、みんな。そうですね、小さくてちょっとずんぐりむっくりというか、はい、ちょっと顔が、顔もあの見てみると実はちょっと違うんですよ。で、だからその、で、一方でセネガル人は結構背が高い人が多いんですよね。本当に
高いですね。9等身とか10等身あるんじゃないかなぐらいの。そうなんですね。だから結構そのまあ、あの意外とこうなんていうんですかね、あの隣国でも全然こう元々のあの出自っていうか違うと、出自が違うと全然違ったりして、で隣国だから似てそうなのに。そうなんですよね。だからセネガル人の中にもあの、あの南の方、あのガンビアを挟んで、セネガルの、あの中にガンビアっていう国が真ん中に挟まってるんですけど、でそのガンビアを挟んで南側ってもうギニアの方に近いんですよね。でだからその南側の人はギニアの方と同じように背が小さい人が多いんですよね。そうなんですか。そうなんです。結構顔も似てるし、まあ、やっぱりあの、まあ、元々あの、まあ、一つの大陸なんで、やっぱりね、あの人の往来もいろいろ昔あったでしょうし、地域によって部族によって違うっていうところで、うん、まあそうなんですよね。結構セネガルも2メートル超えの人がバンバンいる感じで、そんなに背が高いんですか。そうなんです。あの、まあ、結構そのバスケットやってる人だと、あの知ってるかもしれないんですけど、あの高校バスケとかってセネガル人留学生がすごいたくさんいるんですよ。それ知らなかったです。そうなんですよ、はい、あの僕もこっちに来てから知りましたけど、なんかそのバスケ留学みたいなのをしてる人がいて、結構やっぱりもう背がとにかく高いんで、それはもうバスケではすごい有利です。戦力になりますね。そうなんですよ。だからもう、うん、あの正直でももうあれですよね、日本人の中に1人2メートル、ね、何センチとか、しかもものすごい手まで長い人が入ってくると、もうなんかね、もう反則級な感じになってくるんで、そうですね、あれなんですけど、まあ、どうかなって僕は正直思いますけどね、それについては。セネガルの方、結構日頃から運動されるんですか。あ、見てると、はい、海岸沿いにそのアスレチック的な、ね、はい、運動するものがすごいいっぱいあったりして、はい、走ってる人も多いし、はい、なんで日頃からそういう習慣があるのかなとか思いますね。そうですね、うん、結構、特に男性は、筋トレをしまくってますね。あ、そうなんですか、はい、筋トレなんですね。筋トレをめっちゃくちゃしてますね。筋トレとサッカーとバスケと、はい、まあ、あとは、まあ、セネガル相撲ですね。まあ、この4つはよくスポーツというか、まあ、走る人もいますけど、うん、やってますね。で筋トレはとにかくなんか話を聞くとやっぱモテるためらしいです。あ、あのやっぱりこう締まった肉体がモテるんですね、うんうん、とあの男性は思ってるみたいですね、うん、良いと思います、はい、でムキムキ好きですか。いや、ムキムキすぎもちょっとな、とソフトマッチョぐらい。ソフトマッチョぐらいな、はい、なるほど。だるーんってなってるのも嫌だし、なるほど、すんごいガチガチもなんか嫌だし、なるほど、はい、なるほど、中間ぐらいで、なるほど、はい、まああれですね、じゃあ、あの水嶋ヒロみたいな感じですか。懐かしい、なんか最近出ないですもんね、あの人ね、すごい気分が、うん、どうしてんだろう、うん、まあ、まあじゃあ次に行きましょうかね。じゃあ、はい、まあ、イケメンの話題だとどうしてもやっぱり盛り上がって長くなるんですけど、はい、あのちなみに次からいやいいんです、いいんです、いいんです、長めにいいんです、はい、他 の、 あの女性の方と、はい、インタビューした時も、はい、あの安間恵子さんっていう方についこの前インタビューしたんですけど、はい、その時もそのイケメンの話題から始まって、あの他の話題でだいぶ、10分ぐらい話したのかな、他の話題だから結構もうイケメンでテンションが上がると、はい、いろんな話をこうこれはもうあのちなみにその前に男性にインタビューした時も、はい、あのやっぱり美女の話題からはやっぱり盛り上がるということで、次はちょっと美女について聞きたいんですよね、はい、あの男性リスナーに向けてちょっとぜひ教えてあげてほしいんですけど、はいはい、どうですか、今まで行かれた国の中で、あ、ここの国は美女が多かったっていう国ってありますか。美女が多かった、はい、私やっぱり中東系が好きなんですけど、趣味でベリーダンスをやってるからそっちに興味がいくっていうのもあるんですけれども。ああ、なるほどなるほど、そうか、ベリーダンス、そうですよね、やっぱりトルコとか、まあ、ドバイとか、はい、うん、そっちのって感じで進めていこうと思いますけど。読み終わりました、コーラ。あ、読み終わった。どうなった、どうなった。アンラーも絶対です。超薄い感想。それが全てだよね、そのコーラに言いたいことって。あとムハンマド、そう、うん、素晴らしい人ですね。素晴らしい。終わり。
に。はい、ということで続けていきます。はい、まあもしかしたらちょっと今なんか途中で止まっちゃったんで、途中で切れちゃったかもしれないけど、まあそれは気にせずに、もし切れてたらごめんなさい。そこはもう素人なんで、はい、お目に見てください。ということで、はい、次、美女が、そうですね、はい、まあ中等系ということですね。目鼻立ちのはっきりしている人が好きなので、はい、なるほど。そうですね、なんか最初の自己紹介の時にベリーダンスやってるとか、趣味を聞けばよかったですね。あ、そうか、何も言わなかったですね、すみません。じゃあ今挟んでいいですか、趣味コーナー。趣味コーナー。はい、趣味は何ですか、じゃあ。はい、趣味は、まずベリーダンスを踊っています、はい、細く長く続けられればいいな、本当に気楽な感じで、はい、今どれぐらい続けてるんでしたっけ。今年の8月で8年目になります、はい、長いですよね。まあ本当に仲間に恵まれているので。へー、はい、なんかサークルみたいなのに、はい、なんかその習い事的な感じで。習い事で、ベリーダンススタジオが。あ、そんなスタジオがあるの。そうなんですよ。それをまず知らないですね。ベリーダンスのスタジオがある。最初フィットネスジム の、はい、無料のクラスでベリーダンスっていうのがあって、でそこに出てみたら楽しくって。へ、まあ、そのベリーダンスのきっかけっていうのも、まあはい、トルコで見て、はい、華やかで綺麗だったから。あ、もうトルコだいぶキーになってますね。トルコ好きですね。あ、じゃあここでじゃあちょっと、はい、30秒だけ踊っていただきましょう。いやいやいや、はい、いやいや、それは見に来てください。はい、あとで宣伝コーナー入ると思いますので。あ、やった。あ、今でもいいですよ。お時間いただきます。いいですよ。あ、本当ですか。はい、オリエンタルヴィーナスというベリーダンスグループのショーメンバーとして、まあ、主に今四ツ谷のシリークパレス、四ツ谷麹町店というところで踊っています。うちのオリエンタルヴィーナスの枠としては毎月の第1金曜日が枠なので、よかったらぜひ見に来てください。あ、シリークヴィーナスって何のお店なんですか。シリックパレス、シリックパレス、はい、勝手にヴィーナスって言ったら、なぜだ、オリエンタルヴィーナス、オリエンタルヴィーナス、はい、インドカレーのお店です。あ、インドカレー屋さんでベリーダンス、はい、そうなんですよ、日本多いんですよ、インドカレー屋さん、トルコ料理のお店とかでもやってたりするんですけれども、はいはい、なんでなんですか、なんかそのインドの、ちょっとボリュートっぽい、ボリュートとインベリーダンスがちょっと重なる部分があるんじゃないですか。なんかまあ確かにインドの音楽とかで見るとなんかみんなすげえ踊ってますもんね。そうですね、結構激しく。そうですよね、団体で踊ってますね。そういうつながりなのかな。インドの人も顔濃いし、うん、そういうこと。そうですかね。まあ衣装もね、インドの衣装も結構きらびやかだし。そうですね、似てますよね、そう言われてみれば。そうですね、結構。あ、でもベリーダンスでもそのボリウッドとか、はい、うん、そのインド系 の、はい、ジャンルもあるので。え、インド系のベリーダンスっていうのがあるんですか、はい、インド系っぽい。へえ。私あんまりそこは詳しく知らないんで、はい、嘘言ってたらすみません。まあこれは大丈夫です。間違ってて責任を取らない、あれなんで、はい。まあまあそんな感じのもありますよ。なるほど。はい、わかりました。じゃあ転がれないうちにそのこの辺にしてもらいます。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ次に行きますけど、はい、ちなみにまあ、さっきイケメンが多いっていう時にちょっと目がきらめいてたんですけど、はい、今まで30カ国行ってると、はい、なんかさすがになんか旅行先でなんかロマンスとか恋愛とかあったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、その辺とか。そうですね、もう現地の人って、はい、なんかこう日本人だって言うともう寄ってくるので。あ、なんかその社交辞令で寄ってきてるのか、はい、もう本気で寄ってきてるのかが分からない、区別がつかないんですよ。あ、うん、なるほど、うん、そこちょっと難しいですね。あ、じゃあなんかそこから先にあんまり進もうって思えないんですね。そうですね、あ、うん、なるほど、まあ、確かにそうですよね。まあセネガルでもね、みんなね、顔を合わせたらね、結婚しようって言ってくるぐらい勢いありますんで。そうなんですよね。
ちょっと話したらもうすぐに I love you って言われるんで、あもうこんなノリなんだな、なんか世界中の人たちはっていう、なんか日本人が逆になんかちょっとおとなしいのか、基準がどっちなのかがよくわからないです。まあそうですね。どっちがいいですか、ちなみに。じゃあ女性としては、でもあんまり言われても面倒くさいんで。日本人の方が、いいケースとしては日本人的な方がいいです、ね。ああ、なるほど、はい。そうかね。あんまりまあ外国人は、じゃあさっきのより男人の方すいませんということで、はい、あの次に行こうと思うんですけど、みんな待ってたのにな。今までで一番好きな、場所、観光スポットみたいなのと、その理由が何かあれば。一番好きな観光スポット、まあ、別に1、2、3万とかあげてもらってもいいですけど、はい、一番好きなところは、はい、一番難しいな、ガラパゴス。ガラパゴス、はい、はすごく良かったですね。何が良かったですか。ガラパゴスに行って、はい、初めて本当に野生の動物を見たんですよ。ああ、うん、それまではあの遺跡を見るとか、あのその、まあ、地形的な、あのちょっと変わった風景を見るとかだったんですけれども、ガラパゴス行って初めてその自然の生き物がいる風景っていうのを見て、自然ってあのもうそのピラミッドがあるから、はい、なんか殺伐としてるのかなとか、なるほど、なんか常にあの食べ物を求めて、はい、なんかギラギラしてる感じなのかなと思いきや、はい、行ってみたらもう本当にのどかで、へえ、うん、この野生のこの自然の世界ってすごくいいなって。まあいいな、もう話だけでいい。なんか話し方がうまいですね。ねえ、なんかあのそこの旅行ツアーを行ってる人みたいな。どうですか。情景が浮かびましたもんね。の自然の中に動物がいるっていう、そのね、なんかね、風景にね、動物がいるって、はい、その風景に溶け込んでるんですよ。いいな、本当にのんびり、それぞれの動物が自由にのんびりしていて、はい、いや、いいな、ガラパゴス。よかったです、いい、本当によかったです。ぜひ行きたいな、行きたいです。もう自然好きなんですよね。自然好きですね、はい、うん、基本的には風景を見るのが好きなんですけれども、はい、やっぱりその動物がいる風景とか、はい、逆に砂漠とかでも生き物が絶対住めないような風景とか、はいはい、そういういろんな風景を見るのが好きです。なるほど。なんかあのどこでしたっけ、ペルーかなんかで、はい、なんかアマゾン行ったって言ってませんでしたっけ。行きました、アマゾンのジャングル行きました。結構あの、はい、あれですね、あのこういう風になんかね、あれ一見おとなしめな感じで、あの綺麗めな感じの女性なんですけど、なんかあのジャングルとかに入っていっちゃう感じのアグレッシブさも持っているということで、雨季のジャングルに行って、ジャングル内のコテージに泊まって、すごい。で夜はあのまあ、サーベルを持ったあのレンジャーと一緒にそのヘッドライトをつけてで真っ暗なジャングルの中を探検する。藤岡弘、探検隊より探検してるぐらいの感じですよね。あの、まあ、世代が古すぎて多分ね、あの中高生の人とか全然分からないかもしれないですけど、はいはい、もう本当にジャングルの中って、まあ、虫だらけなので、虫が苦手な方はダメかもしれないんですけれども、はいはい、全ての昆虫とか全ての虫がでっかいんですよ。あー、でっかいんだ、やっぱり。はい、結構あの毒グモとか、もうそれこそタランチェラとか普通にいるので。普通にいるのは嫌だな。普通にいないでほしいな、それは。サーベルで殺してる暇になんかいっぱい来そうだし、嫌だな、それ。いや、でもあの基本こちらからは殺さないんですよ、うん、そうですよね、もちろん。干渉したらどちらかが絶対死ぬじゃないですか、そうですね、野生の中って、はい、そうですね、なのでお互い干渉しないっていうのが暗黙のルールという感じ
で。いいですね。うん、お互い干渉しない、なんかあのうまくいっている、長続きしているカップルみたいな、ね。あ、そうですね。お互いに干渉しない。お互い干渉しない。無理な刺激を与えない。与えない。大事です。いいですね。相手のテリトリーには踏み込まない。大事ですね。ですね。前回でも、はい、人間界でも同じっていう。テリトリー入るとどちらかが死ぬんで円満の秘訣いやーすごいな、タランチュラ、それは、うん、いやでも良かったです。すごいな。今アマゾン川もう水深が8メートルぐらいらしいんですよ、雨季だと。8メートル8メートル川なんですけど、川本当に大きいので、本当にあの日の入り川に日が落ちていくのが見えるとか、それぐらいの規模なんですけれど、すごいな、うん、昼間はそこでピラニア釣ったり釣るものが違うちっちゃいボート持ってってピラニア釣ったり釣ったやつ食べるんですか。いや、それはそのまま戻しました。あ、キャッチ&リリースなんですね、はい、ピラニアをでもピラニア釣る体験なんで面白すごいな、ピラニアを持て遊んでるジャングルに入る、はい、手前のイキトスっていう町では、はい、普通にピラニア焼いて売ってます。へー、食べました、ピラニア。食べてない。あ、食べてないですか。食べてない。そこはなんか 見ながら素通りしただけですけどアマゾンが下っちゃったんです。そうなんですね。なんかいろんな虫とか焼いて。へー、すごいな、それはぜひ行ってみたいな。アマゾンは泳げますよ。いいな、ペルー行ったのに行ってないんだよな、あそこもったいなかったな。次回はぜひ、ね、次回はぜひですね、うん、いや面白い。いやだってもうちょっと肝を座りすぎって思いませんか。僕も多分そのタランチュラいたら結構尻込みするかなって結構ぶっちゃけ思うんですけど、あのちゃんとあの虫とかが入ってこないように袖も縛って、はい、で長靴で足もあの隙間つかないように、はい、がっちり完全防備で行くので、はいはい、ルールさえ守れば大丈夫でも相手はルール知らないですからね虫たちは。何かあったらまあその時はその時やっぱり違いますよね、すごいですよね、そこまでの、なんかあのそのあれですか、肝が座ってるのはなんかあのおっしゃってたじゃないですか、なんかルーツがあるじゃないですか。あ、なんかね、僕もさすがにそんな、はい、あのね、あのね、そんなになんていうか、ね、その時はその時みたいな感じの境地にね達した、ね、経緯が気になるんですけど、まあね、ご両親がね旅行好きでとかはありますけど、でもそれ以外にもあるだろうと思って聞いたら、なんかルーツがあったんですよね。そうですね、まあ、あの学生時代はずっとあの部活で武道をやっていまして、もうだからこう見えてあの何かしたらボッコボコにされるんで、はい、3種類の武道で頑張ってます有段者、3つ有段者、少林寺拳法と浄土と居合道で。浄土って何ですか。浄土ってあの本当にまっすぐな、はい、本当にただの棒、あの公安とかに行くと、はい、前であの警察官こうやって棒持ってこうやって立ってるじゃないですか、はいはい、あの棒と、はい、あの棒同士を使った演舞、もしくは棒と竹刀を使った演舞になります。もうじゃ あの棒があったら危険なんで、ちょっとあの棒があるときは棒に近づけたら危険ということで、はい、中学の時はちなみになぎなたをやってたので長い棒でも短い棒でも大丈夫です。それは戦います。怖いな、リーチ関係なく怖いっていうことで、ね、あの近づきすぎたら少林寺の素手でもいけるみたいな、もうやばいな、何でもありだなそういう、そこまでやってる人なかなかいないですからね、やっぱり4種類やってるっていうそういうルーツがあるってことで、もう聞いてやっぱりびっくりしたんですけど、まあ、あの武道の空気感が好きなんですよ。空気感ピーンと張り詰めた中でこうシュッと無駄のない、そのためだけの、相手を切るためだけの動作あの人を殺めるためだけの動作ですね、つまり、はい、いや怖いですね。生と動の感じがすごい好きです、ね、生と動と死ってことですね、怖いですね。あの、やめたいわけじゃない。だってさっと動とね、動の後に動かなくなっちゃう、不動になっちゃう。そう、ね、そうですね
ね、まあね、動きとくと5回ね、はい、まあ、ということで、はい、はい、まあ、次行くんですけど、はい、まあ、今、だって一番好きな国とその理由、確か聞いてたんですよね。で、そうですね、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ちなみに今回、セネガルに来ようと思ったきっかけ、興味を持ったきっかけって何ですか？はい、まず、アフリカ大陸の中で、はい、西側に行ったことがないあ、はい、うん、っていうのと、まあ、最初に今回の旅行で行こうと思いついたのはセネガルではなくて、まあ、ガーナなんですけれども、はい、まあ、動物のいる風景を見るのが好きなの で、はい、でガーナって肉食獣がいないらしいんですよ。あ、なのでそのサファリを歩ける、ね、へ、自分で歩けるっていうのが楽しそうだな、面白そう、はい、実は以前南アフリカのクルーガー国立公園に行った時も昼間歩けたんですね。そうなんですか？そうなんですよ、動物があんまり活動してない時間、暑いから休んでるみたいな。そうですね、みんな、へえ、その時歩いてみて、まあ、例えばこうなんか肉食の鳥、なんかハゲワシとかいるじゃないですか、はい、すっごいあそこに集まってってるからあそこ行ってみようって言って、はい、で歩いていったらそこでバッファローがハイエナに食べられてる。うわーすげーそれで、なんかそう歩いてナショナルジオグラフィック例えば歩いていてキリンの頭蓋骨が落ちている、キリンの頭蓋骨、うん、すごいな。キリンって今まで遠くからしか見たことないじゃないですか、動物園でもさ、うん、目の前に落ちてるとその大きさが分かるんですよ。あ、うん、でなんかあ歩くの楽しいなって。確かに、うん、でいろんな植物があって、も天然のハーブもいろいろあるから、これは何のハーブだよとか、ダッポハーブかなとか、ハーブかなって持って帰っちゃうかなって、ダメですよ絶対とか、この木は何に使われるんだよとか。あ、へ、面白いですね。面白いです、ね、歩きサファリはいいですね、はい、もう実際にその自然に触れられるっていうのが楽しくて、はい、でそれがガーナもできるっていうのを調べられたので、じゃあ行こうかなって思うんですけど、はい、せっかくこっちまで来て、はい、まあまあ、ガーナだけじゃもったいないなって、はい、うん、でたまにはこう安心して、はい、街をのんびり歩けるような、はい、そういう観光もしたいっていうのも思って、で、まあ、いろいろ調べていったら、まあ、結構危険な国もあるじゃないですか、ね、うん、まあ、アフリカ地域が、その中でセネガルはすごく安全。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。次の動画もお楽しみに。西はセネガル、名は共和国、アフリカの西の端の端、光る太陽、笑顔、海の街、七つの世界遺産のゴールド地、治安よく飯もうまい、それがセネガル、アフリカの西の端の端、光る太陽。